における総合作戦による各種作戦の様相を展示します。統合作戦では航空自衛隊は航空優勢を、海上自衛隊は海上優勢を獲得し、陸上自衛隊は島嶼部への迅速な展開、敵の侵攻の阻止及び敵に占領された島嶼部の奪回を行います。この際、これらの統合作戦を有利に進めるため、海上自衛隊および航空自衛隊と協力し、敵のネットワークを切断して電磁優勢を確保するため、電磁スペクトラム作戦を実施します。これより本日行う演習のシナリオについて説明します。シナリオは、島嶼部における作戦について畑岡地区を島嶼部と仮定し具体化したものです。シナリオでは、まず兵庫における警戒監視などおよび事態緊迫以降、各部隊の島嶼部へ侵攻する敵に対する電磁スペクトラム作戦および対艦対周艇戦闘の様相をスクリーンなどでご覧いただきます。次に、我が国の島嶼部に緊急展開した北欧機動連隊を主体とする部隊が、陸海空自衛隊の統合作戦のもと島嶼部に侵攻しようとする敵部隊を海上および島嶼において撃破する様相をご覧いただきます。続いて、島嶼部に上陸して地形上の要点を確保した敵部隊を撃破するため、水陸機動団が空中および海上から各種の輸送手段を駆使して迅速かつ段階的に機動展開し、要点を確保します。最後に、機動手段が統合作戦のもと、それぞれが機動展開し、職種の能力を結集して、総合戦闘力を最大限に発揮し、敵を撃破する場面をご覧いただきます。それでは、兵庫の段階において、事態が逐次緊迫し、海上、航空優勢、電磁優勢を確保する場面から、状況を開始します。ある作戦に、兵庫における、警戒、監視について説明します。前方をご覧ください。海上自衛隊の哨戒機、T1 が侵入してきました。スクリーンをご覧ください。航空自衛隊の A1S や、陸上自衛隊のネットワーク電子戦システムを装備した電子戦部隊、各通信情報隊、および沿岸監視隊による我が国に接近する航空機、戦闘機を含む機関船の動向および電波情報の収集を24時間体制で行います。陸上自衛隊が保有するネットワーク電子戦システム、通称ネットは最新の装備であり、敵のネットワークを切断し電磁スペクトラム作戦を実施できる陸上自衛隊の装備です。この装備の導入により、地上部隊のみならず海空自衛隊の作戦に貢献することが可能になりました。陸上自衛隊は海上航空自衛隊と連携しつつ、電子戦部隊を広域に展開することにより我が国の国土および周辺海空域などにおける電波情報などを継続的に収集し、警戒監視などを実施します。海上自衛隊の EP3、 航空自衛隊の E2C も同様に電波情報収集のために飛行します。続いて、広場をご覧ください。陸上では電子戦部隊のネットワーク電子戦システムが展開します。電子戦部隊が電磁スペクトラム作戦を開始します。部隊の島嶼部への展開が進む中、敵系海艦制機に支援された戦闘機と航空優勢をめぐる戦闘が開始されました。隊長、こちら小隊長、敵系海艦機のレーダーおよび敵戦闘機の電波を受信。了解。同じ頃、海上優勢をめぐる戦闘が開始されました。隊長、敵艦艇および哨戒艇、
並びに警戒管制機の電波を受信しました。了解。直ちに敵に対し電波攻撃を実施。了解。各班長は直ちに攻撃を実施、敵のレーダーを出題しネットワークを切断せよ。このように光線に先立ちネットワーク電子線システムにより電磁優勢を獲得し、航空および海上作戦に寄与します。陸上自衛隊情報部隊の無人偵察機システム、通称 FFRS も情報収集しています。広場中央に展開しているのは左側より国家部隊の多連装ロケット、通称 MLRS、 火力戦闘式統制システム、通称 FUX、 シトニー式地対艦誘導弾、通称シトニー SSM です。火力戦闘部隊はネットワーク電子線システムによって得られた電波情報をもとに、海上自衛隊の P-1 UAV を活用して敵艦船を確認し、特化部隊の FUX を使用し、目標に対する最適な火力を選定して効果的に射撃を統制し、シトニー SSM、MLRS が敵艦船に対して射撃を開始します。 FUX は陸上自衛隊が保有する各種センサーおよび海上、航空自衛隊からの敵部隊や艦船に関する射撃目標情報を収集、処理、伝達するとともに、陸上自衛隊の砲火、ミサイル、ロケット、および海上、航空自衛隊などの火力戦闘の指揮統制を迅速、的確に実施するために使用します。広場左右、両線射撃機をご覧ください。島嶼部に展開した即応機動連隊のシトロク式機動戦闘車、通称 MCV の各種センサー類、偵察部隊の地上レーダー装置、海艦用の捜索標定レーダー、および中距離多目的誘導弾システムのレーダーなどにより、接近してくる敵艦船、舟艇などの情報を収集します。広場左手をご覧ください。展開している車両は、中距離多目的誘導弾システムの発射装置です。この装備は、中距離の敵の装甲車両、および舟艇を撃破するものであり、6発の誘導弾を複数の目標に射撃できます。収集した情報に基づき、フックスの統制により敵舟艇に対し射撃します。中華こちらレーダー班、沿岸部に敵舟艇多数確認。こちら中華了解、装填状況を聞く。一分隊こちら中華本部要点開始。一分隊目標確認。分隊要点目標管理番号スライト南部の戦闘における損害を免れた敵部隊の一部が島嶼部沿岸に上陸し、引き続き進行してきました。広場左右のネットワーク電子線システムが敵部隊の通信レーダーに対する攻撃を実施します。各班長、こちら小隊長、電波攻撃を実施せよ。了解。発射。ネットワーク電子線システムによる電波攻撃により、敵のネットワークは切断され、敵の組織的行動に混乱が生じ、電磁優勢を獲得しました。さらに、収集した電波情報により、上陸後の敵集結部隊などの位置を標定して、一般情報としてフックスに伝送しました。重要目標である敵対空火機に対して、即応機動連隊火力支援中隊の火力誘導班を運用します。左両線をご覧ください。火力誘導班が黄色の旗の位置で敵対空火機の捜索および標定を行うとともに、火力誘導の準備をしています。本来ですと火力誘導班は隠れた場所から誘導を行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう海上広場左側の両線で行います。空中待機していた F2 戦闘機が火力誘導班の捜索、標定によって判明した敵情、
および火力調整所の統制に基づき、レーザージェイダムによる対地攻撃を行います。スクリーンをご覧ください。ご覧の映像は F2 戦闘機が火力調整所の統制に基づき対地攻撃に向かう様子です。レーザージェイダムによる対地攻撃は雲の上からでも爆弾を精密に爆撃目標に誘導することができます。レーザージェイダムでは地上に位置する火力誘導班が目標に対して誘導用レーザーを照射することにより敵の対空火器の効力圏外の遠距離から爆弾を投下し爆弾を精密に誘導することができます。本日は火力誘導の容量および弾着の様子についてご覧いただきます。火力調整所、こちら火力誘導班、敵対空火器発見、座標894523停止。こちら火力調整所、了解。 F2 は敵対空火器に対しレーダージェイダムによる対地攻撃を実施。火力誘導班はレーダー誘導により目標へ火力を誘導せよ。こちら火力誘導班、了解。F2 inbound in heading 350。航空機から侵入方向が報告されました。地上に配置された航空自衛官などが状況を確認した後、攻撃の許可を出しました。 F2 go my way 20 seconds。 コピー、レディ。今敵の対空火器の効力圏外の遠距離から誘導爆弾を投下し、火力誘導班が攻撃目標にレーザーを照射しました。前方をご覧ください。まもなく弾着します。ミッションサクセス。 F2 ブレイクヒッチ。目標に命中し敵対空火器を撃破しました。本日は安全上の理由から実際の爆撃はできませんので、実際の半分以下の爆破薬による模擬爆破を実施しています。敵対空火器制圧後、 F2 は敵に対して比較的近距離から通常爆弾による攻撃が可能になりました。潜入した偵察部隊の情報に基づき、地上に配置された航空自衛隊の前線航空統制官の統制により敵の上陸した後続部隊に対し通常爆弾を投下します。前方をご覧ください。まもなく弾着します。敵の後続部隊を攻撃することにより戦力を減災させました。航空攻撃艦も MCV は引き続き敵に対する監視を継続します。引き続き沿岸部に進行してきた敵の先遣部隊に対して即応機動連隊の MCV が対処します。MCV は地形の援護を活用して正確な射撃により敵を撃破します。アルファの台に現れた敵に対して射撃します。アルファモード投下させ一行アンソルトルーストレッチ連続撃破要請。即応機動連隊などの戦闘により我の主力が機動展開する空港を確保するため強靭な戦闘を継続します。敵部隊は損害を受けたものの、さらに有力な部隊を上陸させてきました。そのため、即応機動連隊は交代を余儀なくされ、二段山、三段山を奪取されました。我が国の島嶼部に上陸し、一部の地域を確保した敵部隊を撃破するため、日本本土に配備された部隊が、空中および海上から各種輸送手段を駆使して、速やかに島嶼部に機動展開します。はじめに水陸機動団所属の水陸機動連隊を使っておった水陸動揺車、通称 AAV による海上機動およびヘリによる空中機動により脱海部隊主力の上陸のための要点を確保します。まず水陸機動連隊の情報小隊が海上から上陸する場面を展示します。右手上空またはスクリーンをご覧ください。教育用の UAV スカイレンジャーが一般情報と目標情報を収集します。スクリーンをご覧ください。
水陸機動連隊の情報詳細は潜水偵察ボートにより上陸敵地に進出します。スクリーンを広場左手をご覧ください。水中から隠密に潜入した先行要員が偵察ボートにより上陸した情報詳細を誘導します。情報詳細は上陸後偵察ボートを上陸地点付近の隠蔽地に隠蔽します。情報詳細は偵察ボートを隠蔽した後速やかに展開し沿岸部一帯の状況を偵察します。こちら情報詳細上陸成功、引き続き沿岸部一帯を偵察する。情報詳細は上陸予定地域を逐次偵察し敵の脅威を完全に排除して全体主力の上陸援護の体制を確立します。上陸予定地域の偵察を終えた情報詳細は連隊の事後の戦闘行動に資するため中心地域の敵情を解明します。こちら情報詳細沿岸部一帯敵なし、なお青の台赤の台一帯に敵艦艇確認、三段山に敵陣地の兆候あり、引き続き中心地域を偵察する。こちら本部了解。スクリーンをご覧ください。続いて水陸機動団の海上機動および空中機動に先立ち敵に対して着上陸事前射撃を行います。 UAV 航空機事前に潜入した偵察部隊情報小隊電子戦部隊により収集された情報が沖合に停泊する海事艦艇の支援火力調整所に伝達されました。収集された情報に基づき支援火力調整所が水際の敵部隊に対して艦砲火力を、重心の敵部隊に対して航空火力を配分し射撃任務を付与しました。偵察部隊が射撃艦に射撃を要求します。シューバームーン、This is Shadow Fire Mission Target Number 881001 721502 Over This is Shuba Moon Roger Up。支援火力調整所が射撃任務を承認します。タイプナンバーアルファアルファ1001アプローブアプローブ。偵察部隊が射撃艦に発射を要求します。シルバームーン This is Shadow Fire Over This is Silver Moon Fire Break Shot Over。 三大山一帯をご覧ください。艦砲射撃が開始されました。偵察部隊の軟弱修正により正確な火力が発揮され敵を制圧しています。本日は国家部隊の火砲の射撃で模擬しています。艦砲射撃終了後重心の敵部隊に対して航空火力が発揮されます。 F2 がレーザージェイダムを投弾します。統合により収集された情報に基づき敵が撃破されました。広場をご覧ください。艦砲射撃により制圧した海岸に水陸機動団が AAV による海上機動とヘリによる空中機動により上陸します。 AAV は水陸機動団の戦闘上陸大隊に装備されている早期タイプの戦闘車両で、車体の不向性により海上自衛隊の輸送艦から直接発進し上陸敵地まで自力で海上機動が可能です。
はじめに一番左の AAV が40ミリ自動的弾銃による射撃で敵を制圧します。目標は赤の台です。射隊員が連携して前進し、 AAV は引き続き重機関銃による射撃で敵を制圧します。目標は赤の台です。敵を制圧後、水陸機動連隊の隊員が地域を確保しました。やり手をご覧ください。空中機動により展開する水陸機動連隊の隊員を援護するため対戦車ヘリコプターが警戒・援護します。連携して主力の上陸を援護するため空中機動する部隊がヘリから到着し要点を確保します。
上陸する部隊を援護し、上陸した部隊とともに戦闘加入します。空港および水陸機動団が確保した地域を使用して主力部隊の富士共同団が上陸します。スクリーンをご覧ください。ご覧の映像は自衛隊が保有するホバークラフト輸送艇、通称 LCAC C2 輸送機、 AAVが導入を予定する MV22、 通称オスプレイの映像です。主力部隊の人員や部隊に必要な弾薬、糧食および燃料などを航空機や輸送艦などにより輸送します。島嶼部に機動展開した富士共同団は引き続き地上攻撃により2段山から3段山に陣地占領中の敵部隊を撃破して島嶼部を奪回します。はじめに偵察小隊の行動の一番目についてご覧いただきます。左手をご覧ください。ボート班が侵入してきました。通称 RCV 班が侵入してきました。こちら小隊長、命令を取する大部隊 RCV 班、最近左翼線最高機動オレンジの台車両及び1名、大田班は青の台から白の台及び三台まで行っています。 RCV 班は最近取り出す。大田班は敵情確認後小隊長に合流。左行線の RCV が敵の兆候がある地点に対して不意吸収射撃を行います。こちら空港隊弾着ご用意、弾着今 RCV 班you
射撃部隊の不意吸収的な射撃および迫撃砲射撃により生じた敵の混乱をオート班が偵察します。小隊長、こちらオート班、青の台から白の台及び三段山一帯に敵陣及び戦車を含む車両多数確認。小隊長了解。当初 RGB 班事後オート班やっ敵に我が位置を特定されることを避けるため RCV 班は射撃位置から離脱します。このように偵察部隊は指揮官の状況判断を容易にするためあらゆる手段を尽くして情報収集を継続します。団長、こちら偵察共同隊長、青の台から白の台および三段山一帯に敵陣地および戦車を含む車両多数を発見。こちら団長了解。敵は青の台から白の台および三段山一帯で防御中と判断する。富士共同団は A 道 B 道沿いに攻撃、三段山をダッシュして当面の敵を撃破する。敵情報告を受けた富士共同団長は攻撃命令を下達しました。攻撃開始に先立ち第一線部隊の攻撃前進を容易にするため攻撃準備射撃を開始します。まず先ほどの偵察活動によって判明した敵に対し国家火砲120ミリ迫撃砲が二段山、三段山および敵砲兵を制圧します。またスクリーンで後方の国家陣地における射撃の状況を放映しますので合わせてご覧ください。ご注意ください。監督まず準備完了。こちら国家防衛準備射撃正面発射。続いて攻撃を射撃支援するため RCV 部隊および対戦車部隊が射撃陣地を占領します。ただいま侵入してきた RCV 部隊は機動力を発揮して対戦車部隊などと共に味方の攻撃を射撃支援します。右の台に今対戦車部隊が射撃陣地を占領しました。アルファの台に現れた敵戦車に対して MCV が射撃します。アルファの戦車は鉄砲を撃たい命中します。 MCV は引き続き右の車座へ陣地変換します。富士共同団は順次敵の戦力を低下させ敵陣前の障害処理を開始します。こちら戦車中隊長、3の台コロナル障害の時代には修復です。Thank you.
小隊の障害処理を援護するため、特化部隊が二段山および三段山一帯を発煙弾を持って延伏するとともに、障害処理を妨害する敵部隊に対して制圧射撃を行います。障害処理の援護射撃、処理を発射。処理処理の援護射撃が始まりました。広い地域を覆い隠す発煙弾の効果をご覧ください。第2弾発射。電車中隊長、こちら接触隊3の台および5の台正面の地雷原を処理する。こちら防止中隊長、了解。 MCV 小隊長、こちら接触隊アルファの台、敵戦車確認、援護頼む。こちら MCV 小隊と了解、援護する。 MCV 小隊が機動力を発揮して陣地変換を一つ、施設小隊の障害処理を直接妨害するアルファの台の敵戦車に対して射撃します。スクリーンをご覧ください。特化部隊および戦車部隊の援護射撃のもと、施設小隊の急入式地雷原処理車が地雷原処理用ロケット弾の投射準備を開始しました。こちら地雷原隊長、アルファの台の設定車撃破確認。現在3の台から6の台にかけ行動している設定車なし。障害処理を妨害する敵は特化部隊および MCV の援護射撃により制圧されました。右の台および左の台奥の地雷原処理車が地雷原処理用ロケット弾を装填したランチャーを上昇させ投射体制に入ります。電車中隊長、こちら施設小隊、地雷原処理用ロケット弾投射準備完了。この地雷原処理車は26個の爆薬ブロックを内蔵した処理用ロケット弾を投射します。この爆薬ブロックの爆発で地雷を爆破処理して戦車用通路を一挙に開設することができます。本日は実際の爆薬ブロックを4分の1に減らしたものを使用しています。戦車中隊長は入手した敵戦車などの撃破数の状況から攻撃開始の条件を満たしているかどうかを判断し、攻撃準備射撃の成果が不十分であった場合は攻撃開始前に引き続き敵を制圧するための射撃を行います。特化部隊が三段山の敵部隊を制圧するとともに、二段山に発煙弾を射撃して中隊主力の攻撃前進を密接に支援するための前進支援射撃を行います。この射撃は通常、攻撃前進の速度や状況に合わせ、射撃目標を変更して射撃を行います。弾着が逐次転移していく様子をご覧ください。Let's go.
陣地変換して射撃します。車座付近に陣地変換しました。引き続き戦車中隊の前進を支援します。前進支援射撃のもと、一丸式戦車小隊が畑岡地区に攻撃前進します。この際、3、5の台に現れた敵戦車に対して射撃します。使用援護するため、4の台の敵戦車に対して MCV が射撃します。MCV は射撃後離脱します。こちらと空港、3台を見に対戦車ミサイルの位置を確認。引き続き A103に射撃する。さらに、総統戦闘車科小隊、通称 FV 小隊も戦闘に加入します。この 87AW が敵の戦闘ヘリコプターに対して射撃します。敵の戦闘ヘリコプターは 87AW により撃墜されました。
いて FV 小隊が3の台および6の台の敵装甲車に対して射撃します。スクリーンをご覧ください。敵は我の攻撃を妨害するため無線に妨害を実施しました。一部の部隊の無線機が妨害されています。敵の無線妨害に対しては本年7月から運用開始されている防衛省の通信衛星きらめき1号を活用した衛星通信に変更し一時開始します。我の電子戦部隊は敵の電子戦部隊および指揮所の位置を協定して特化部隊に位置情報を通報しました。電子戦部隊による敵の位置情報をもとに我は情報部隊を運用して敵の電子戦部隊および指揮所の正確な目標情報を獲得しました。火力調整所は敵指揮所に対して特化火力を、妨害電波発射装置に対して96式多目的誘導弾通称 MPMS の火力を指向します。こちら特化職員射撃警報発生。射弾弾着今合わせて MPMS により二段山の敵の妨害電波発射装置を射撃します。本日はスクリーンのビデオ映像をご覧ください。中隊の突撃を支援するため特化部隊および迫撃砲部隊が全勢力を持って突撃支援射撃を開始します。81ミリ迫撃砲が2の台を、特化火砲および120ミリ迫撃砲が3段山をそれぞれ最大発射速度で射撃します。突撃支援射撃の様子をご覧ください。
富士共同団は引き続き攻撃し、うなぎ山三大山を奪取する。走者共同隊はうなぎ山三大山を攻撃せよ。富士共同団は突撃部隊の突撃に引き続き、段階的に島しょ部へ推進した新たな戦力である戦車中隊のほか、観測ヘリコプターオスカーの先導により、ヘリボン部隊を先頭に加入させ、空地一体となり、島しょ部一体に残存する敵を撃滅し、島しょ部を奪回するため、二段山、三段山をさらに攻撃する戦火拡張を行います。前方に展開した戦車 WAPC が発煙弾を射撃します。風向きにより煙が観覧席まで到達する場合がありますのでご注意ください。